再販じゃないです。新しい20周年を記念して、なんだっけ最初の。グランドオープンからの全然順番じゃないけど。ちょっと順番間違えちゃってます。グランドオープン5周年、10周年、15周年、20周年の5種類のトミカが新しく出たので、20周年を記念して、購入してきました。これが欲しくて。そうそう。チンパ、これ最大の目的です。で、本当はね、2種ずつ買って、開けたかったんだけど、一気に5種類出ちゃったんで、ちょっと金銭的な問題もあるので、1種類ずつとりあえず買わせていただきました。で、1種類ずつってことは申し訳ないんですが、自分ティンパの場合は、そうすると開けられなくて箱で飾っておくのが好きなので、今回はこれは開封って形じゃない風に、紹介っていう風な形で出していきたいと思います。流れでね。で、じゃあ1個ずつ見せていきます。グランドオープンはどれかな？じゃあいいよ、見せてくれ。こちらはグランドオープンの品物になります。グランドオープン。はい、どうも、グランドオープンのミッキー。ミッキーです。で、20周年。トランジットスチーマーラインのやつです。やつです。で、この上にミッキー書かれてます。グランドオープンミッキー。で、メインにここに20周年って書いてあるかな？なんとなく。いろんなとこに書いてあるみたいな。うん。で、ここもそうだね。20周年、20周年、20周年。っていうこの外観になります。で、横、20周年。色、屋根の色がみんなちょっとずつ違うみたい。で、お値段1400円です。そう、屋根の値段、屋根の色ね。これ薄い、何色なんだろうな。薄い紫？え？紫じゃん、水色水色。ちょっとおかしくなってます。メインで興奮して。じゃあ、とりあえずこれがグランドフィナーレ。グランドオープンです。終わっちゃいけない、終わっちゃいけない。グランドオープンです。はい、次これ？次これ。あ、すごい、次。これが5周年です。5周年の記念のマークに、5周年ミッキー。で、これが紫だね。え、カメラで見ると紫だよ。あ、違うの？目で見るとなんかちょっと違う。ちょっと違う。みんな水色に、ちょっと3種類ぐらいが水色に似てる色。うん、で、20周年。で、描かれてるものは一緒だね。このミッキーはこのミッキー。うん。で、こんな感じ。で、この20周年。ディズニーリゾート。うん。で、注意書き。で、お値段同じ1400円です。1400円。で、こちらが5周年。5周年です。で、次はこれ10周年。うん。10周年です。10周年のマークとロゴと、このファンタジックなミッキー。かっこいい。そう、これかっこいいね。この時聞きたかったね。言ってた。言ってない、うん、知らなかった。20周年のロゴに今回は白っぽいのかな、オードレーっぽいのかベージュっぽい。ベージュっぽいです。ベージュっぽい色になります。で、こんな感じ。で、20周年。リゾート。で、渓谷に。で、同じ1400円です。1400円です。で、これが10周年。10周年。で、次がこれな、うん。で、こちらが15周年です。15周年のロゴと、ミッキー。で、20周年のマークに、これは何色なのかな？これ、これも水色っぽいよね。ちょっと濃いめの水色。うん。で、これが、なんだっけ、概要みたいな感じね。正面と横っていうな。うん、で、20周年。リゾート。渓谷。で、お値段同じ1400円です。で、こちらが15周年のトミカになります。で、最後が、今回メイン20周年です。20周年とタイムトゥー社員のミッキーです。で、あ、これここに来てないだから。あ、そう、だからここはないんです、今回。ここに20周年ってのがないです。で、これが紫かな、これこそが。そうだね。紫色になってると思います。紫色です。だからね、紫だね。うん。で、これが概要になります。で、20周年。リゾート。渓谷。で、1400円です。これが20周年。っていう、今回は20周年を記念して、このグランドオープンから、このまでの奇跡をたどるように、グランドオープン5周年、10周年、15周年、20周年っていうトミカが一気に発売されたので。この間なんか思い出のグッズの時もこんな感じで、ね。あ、こんな感じだったね。周年グッズがいっぱい載ってた感じのデザインになってて。そう。今回もそれみたいな感じで、それぞれの。そうそうそう。トミカ。で、今回これは買わざるを得ない。で、本当は開けたいんだけど、やっぱ一気に出たので、これだけでも、だから普通に1000円と計算しただけでも、これでも5000円なので。そうそう。高い、高いってかもいっぱいあるから高くなっちゃう。そう。で、まあ、だから、なんていうの？
さすがにね、25周年とかどうかなって、次は30周年なのかなとか、そういう感じだけど、とにかく20周年は集めたいと思うんで、頑張って。ちょうどなんかディズニーに行けるようになったっていうか、行けたから。これがまた人が増えてきたりなんかすると行けなくなっちゃうかもしれないし。そう、自分、特にチンパが IBS とかも抱えてて、並べないんで、長い間。混んじゃうと何にもできない。写真が好きだから、写真撮ってるだけの楽しいんだけど。トイレが混んじゃう、ね。そうそうそう。人が多くなっちゃうと。そうすると、いざって時に、大変なことになる。そう、地獄を見ちゃうと嫌なので、頑張って、でも20周年は頑張れるかなって、ここまで来たら頑張ろうっていう意味で20周年、それちょうどなんていうの、20周年になったら、なぜか50年とか、グランドオープンとかもやってくれてるっていう。その時と一緒ではないけど。それまでのことがよくわからないから、わからないけど、ちょうどなんかね、そういっぱい出て、すごい。そう、自分たちにとって嬉しいので、これからも頑張っていきたいと思います。じゃあ以上です。